えー、ナイトメグルーユーチューブチャンネル、今回のベストは、えー、実験映像芸人こと映像作家、みはるかさんにまた来ていただきました。よろしくお願いします。こど,どこにいるの <laughs> 皆さん、どこですか、ここは。なんかもう中継、中継状態。中継状態な継な。なんかでも、はい、いいですね、るよりな。<laughs> はい。 ここはですねミキハルカ映画といえばえそうなのこの場所へ、えー、池袋はいそうですよね6世紀巡礼といえば池袋ですよ、ね、池袋なんですよの名作の舞台そうなんですよお届けしていただいているということではい、はい、今日はちょっと趣向を変えて外はどうかなぁと思っ素晴らしいですねまあでも あいにくのお天気でして。まぶっちゃけ台風が来てるんですけど。<laughs> そう、実はね、そういう日取りなんですよね、今日は。<laughs> まあ、そうですね。そう、そうね、やっぱり雨に濡れるいい女ってことで。うんうん、そうなんですよ、ね、映画の中でもね。映画の中で大概雨に濡れてるという私。<laughs> 前回はね、ちょっとイメージフォーラムのミキさんの特殊上映前にお話しさせていただいたんですが、そうです。はい。来ていただいてありがとうございます。え、どうもありがとうございました。本当に目覚ましいご活躍で、今年はいろんなところでね。と言えるんじゃないかなと、私も個人的にはすごく、結構動きがあって嬉しいなと。はい。個展とかも含めて、いろんなところでの上映と、あと、天下の平野克幸井口昇と一緒に、東京と大阪で、すごいですは 平野、はい、さんともともと仲がよく、平野、はい、さんの映画を手伝ったことがあったのがきっかけで,です,、ね、すごく仲良くしていただいて、そ,でね、でそこから、はい、井口監督のねわびしゃびとか、すごくあの有,有名というか、意外なところで有名なっていう、ね、あうバリバリの、ね、商業監督ですけれども、もともとはい、個人映画というかね。 と一緒に上映してもらったっていう <laughs>、これは自慢していいだろうなって <laughs> <laughs> 自慢。全然自慢できると思いますけど、2022年10月7日、えー、金曜日と8日、土曜日、2日間にわたってですね開催される東京映像応援団、恋する上映会という応援団イベントで、三木さんの作品と、えーまあ、私の内藤の作品もですね流れるということで、まあ、こち モンサツヘビオンナ、はいありますよ。こちらのはい見どころをですね、<laughs> まああんまりあのー、応援されていないような二 <laughs> 人や、まあ、あのー、<laughs> お伝えしていこうということで。うるさい。<laughs> <laughs> うるさい。じゃあ。ま、でも負けない、そうです、ね、負けない声量でいい、勢量で頑張ります。はい。はい。もともとあの僕とミキさんとの接点はその今回は映像応援団っなってますけど、あの、はい、まあ東京映像旅団っていう。 日本大学芸術学部の、えー、映像コースというあのところの出身者、まあ、美樹さんは脚本コースというところだったんですけど、うん、まあそれを、はい、おその中心出身者を中心とした OB 会というか、寄り合いみたいなところで、まあ、知り合ったという感じで、その流れでコロナとかもあったんで、えー、なかなか上映会が開かれてなかったんですけど、うん、まあ一応、ね、2、3年ぶりの上映会というところで,そうなんです。 ついに動き出した動動きき出出ししたたんですけど全然これ詳細が全然返ってこないですけど大丈夫なんでしょうかそうなんですよ。どんな内容であるのかとかどういう趣旨なのかが我々がいまいち分かっていなかっで。でも想像するにみたいなところはありまして想像するに現在名前が映像表現理論コースというのに。 変わっ日本大学大学部映画学科のそのコースですよね。そこの、うんえー、出身の方が、えー、劇映画を撮られてそれの公開が間近であると。なるほど、はい、で、えー、その、えー、と映画の応援プラス、はい、その盛り上げていこうよっていうのに絡めて、はい、そもそもじゃあ映画をその 取っている私たち、あんまり応援されていない,いあ、うん <laughs> はい、であろう人々も、実は取ってるよっていうものたちをこう紹介し応援しましょうみたいな趣旨だと思っているんですね。はいはいはい、なるほど、もう、はい、パーフェクトな回答なんじゃないでしょうか。<laughs> だか応援するし応援されるし、<laughs> なるほどね。応援し合おうぜっていうね、はい。し合おうぜということなのではないかなと。 はい、これがだからその応援でいうとこの10月14日に公開される「岡室さん」というね、はい、えこれ結構ホラーのバリバリのホラーな感じの、はい、<え>そうなんですよ予告が怖くて怖いっすよね予告見たら怖くて怖くて <laughs> いや普通に怖いそうな映画ですよねこれね <laughs> はいでこの方が松野ゆ人と監督 <laughs> はいという監督が まあ、出身者ではい、はい、それ一番ねそ<の>直近で多分卒業されている方ぐ、うん、だと思うんですけどそうですよねだからいわゆる監督コースとかではなくてうん、うん、その映像表現理論の中から商業的な映画を撮る方が出てきているっていうのが実はあの大室さん岡室さんじゃない岡室さんのことは今回知ったんですけど <laughs> その前にあの、はい、卒生かなんかで。 全身犯罪者というあの多分、話題たらしいそう、方だと思うんですけど、なかなかね、これがあの上卒生の記念上映でも上映禁止になってしまうっていうぐらいのねう謹慎な、なかなか攻めた殺人が大集合して。 なんかいろいろやるみたいな話らしいんで結構ねいろんなところで上映されてて、はい、んか僕も耳に入ってたんで興味あるけど若い監督を応援しようっていう応援しよううといありながらまあ僕らみたいなね、はい、ちょっともうだいぶ落としもしちゃってる人たちもね <laughs> 応援してもらわないと困るんで、はい、困ります <laughs> そう多分ないないものと思われていると思うので、あそ、そうです、ね。うん、世間の視界に入られてないら。入ってないので、<laughs> ちょっとね、その売れてる人に乗っかろうという。<laughs> あ乗っかりたいですね。乗っかりたいでしょう。どんどん乗っかりれるところは乗っかりましょうよ。でも意外に結構参加者はね、あの多いらしいですね、うん。そうです。多いんですよ。 だから、みんなだから <laughs> 俺の映画を見ろっていう人たちが実はいたっていうそそそそそううう、まあ、うですね、いるんですよあの、普段見られないものが見られる回になるはずです、うん、なるほど普通の普通の映画祭とか上映会だともうちょっと無難かなとか見やすいかなっていうものが揃うと思うんですけどははいいそうじゃないそうじゃなない、うん、なんかじ実は、みたいなものが集まってくるはずと私は思ってます。うん、なるほど <laughs> ぜひそういうのは必見ですね。はいうん、これね。はいはい。はい、メンバーというか上映する人でなんとなく知ってる人はジョジョの奇妙な冒険作画監督とかもやってるアシアさん。うん、アシアさん、あのアシアさんって。 やっぱりアニメーションの世界だとすごく有名な方だと思うんですけどうす、ね、もうカリスマみたいになってんじゃないですかいやカリスマなんですよ <laughs>、はい、だってもう絵がすごい特徴的だしカッコいいしであ,、うんうん、あの多分もう信者がいるタイプだと思うんですけど、ね、はい。ただアニメじゃないものまあもアニメももちろん絡んではいるんですけどうん、うん、その個人で作っている映像表現の、うん その個性の出し方とかはい、はい、なんかすごいもの見せられてるぞっていうのをぜひ知ってほしいですね私はなるほどね多分見たことのアニメファンはいるけど,るど、うん、そうそのアシアさん自身の表現、うん でそのアニメーションに縛られない、うん、商業的なものに縛られないものって、こんなものを撮ってたんだとか、こういうふうに表現できるんだっていうものの、割と爆発が見られるものだと思っているので、見たほうがいいです。いろんな垣根を取っ払って見た方がいいと思います。あのアニメつながりでいうと、野村健太さんとかね。あ、野村健太さん。正直 <laughs>、三木遥さんの <laughs> 作品よく出てらっしゃるあ。よく出てます。<laughs> <laughs> よく出てます <laughs> はい だからこ今回私流すやつにも野村健太さんに対するなんか言葉みたいなのは私からはちょっと,ちょっと発信されてるので <laughs>、はい、なるほどだから野村健太さんもあのアニメーションを最近は作っている方なので8ミリとかアニメーションとかコマ撮りを意識したものが多いと思うんですけど有名なところでいうとあのなんだっけ、えーせ 世界の片隅,片隅でのあの実験映画パートみたいで映像パートで、ね、みたいなのも、はいね、やられてる、ね、画です、ねうん、はい。だからそのアニメーション好きな方はやっぱりじゃあ野村健太作画野村健太を知ってる人はたくさんいると思うんですけど、うん、じゃあその人が作っている個人的なもの何ってちょっとそこまで足踏み込んでほしいなと思うんですよね。 そうすると意外な意外な発見とかあるはずで、へえって思ったりとか、これはこれはすごいって思ってもらえたりとか、ね、な,んなんじゃこりゃもあるかもしれないですけど、うんうん、いろんな感情が渦巻くはずなので、確かにあとちょっとすみません若いあの、結構比較的若い方がよく全く存じ上げない方が多くて、うん、はい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 、私然知らなくて、私も全然知らない。 くてでも知らないからこそ最近の方々はどんなものを作るんだろうなっていう気持ちで。それこそ,そあの授業が全部ズームの世代の方もいたりとかするわけですよね。だからそうするとそのカメラ閉じだカメラを使った表現っていうのが、うん。 やっぱり我々とは感覚が違うだろうし、またお勉強の中でも多分、もっともっとカメラに対する親近感みたいなのはあると思うんですよね。うん、はいはいはい。我々の世代よりまあそうでしょうね、うん。インスタグラムとか、友達を自撮りしたりとかっていうことが非常うん、うん、ものすごく身近になってるでしょうから。そう、一般的な人たちが考える自己 自分が撮りたいものって何なんだろうなって、うん、いうのはすごく楽しみなので。<laughs> はい、<laughs> と何を流されるんでしょうかはい私は、えー、タイトルが「未期自由率はるか2019」はい、という映像を出します。11分の作品なんですけど、作品画像をいろんなところで出してるんですけど、 えー、ウェディングドレスを着て <laughs>、はいえー、雨の中立ってます。また今日と同じく雨ですけどね。<laughs> そうなんですよ。ウェディングドレスです。さまよってますよ、はい、これ。さまよってる感じのものなんですけど、で、本当に映像自体がもうそれだけなんですよ。<laughs> はい、ウェディングドレスを着て街をさまよっているだけ。<laughs> まあ、そうですよね、はいただまあ。もちろんそれが 映画と名乗って許されるああそうですね。いやいやもうこれは映画でまかりもう孫怒ことなき映画だと思いますけどね。内藤さん。はい。はい。満を持しての。満を持して。はい。でも時は来たんじゃないですか時は来た。たまたまその岡室さんがホラー映画で。そうですね。はい。で内藤さんもなんとなんと。 そうですねホラー映画映画画電気ホホララーーですよモンサツヘビ女女はいホラーファン来るかどうかしわからないですけど<も> <laughs> むしろあの締め落としファンの方が来ちゃうかもしれないですけど <laughs> ああそうかいやでも両方両方集方ていただいて締め落としというか、はい、技振り出される技を、はい 美しい女性が掛けてくるっていうところがそうですね。あの締、はい、見どころかなと締め落とし行為とこう、はい、ホラー映画をこう、はい、同時に誘惑させた形というところで。<laughs> あのそうですねいろんな各種海外の締め落としマニアの方々マニアねそわそわしてますねそわそわしていろいろやってくれみたいなねラブコールはいろいろ受けてるんですけどまあこのね東京の片隅にあるお寺で常連ということでその岡村さんに出演しているお坊さんがいるらしくそうなんですねそう。 役でお坊さんなのかなと思いきや、はあはあ、本物のお坊さんが出ているらしいと。あ本物のお坊さんが出ている、はい、なるほど、はい。で、そのお坊さんが所属しているのが、その今回、上映会場になっている大満寺。なるほど。それも一つ、聖地巡礼上映会ということですね、はい。そうですよ、聖地巡礼ですよ、ほえー、あのお寺がねお、盛り上げてくれる。 ホラー映画の上映を盛り上げてくれるっていうのがね、面白いですよね、まず岡村さん自体が結構。あんな、あんななんかこう、どぎつそうな感じで、ちらが盛り上げていいんでしょうかって感じで。首がポンポン飛んでましたけどね。飛んでましたよ。気になりますよね。それをどんな作になんだろう、怖いなっていうのはもちろんそうなんですけど、そうですね。どんなんだろうなって。 例えばじゃあ、猛札ヘビ女なんですけど、ははい、はいお寺でかけて大丈夫みたいな。<laughs> そうですよね、大丈夫なんでしょうか。<laughs> はい、このあたりも結構いい加減なんでね、大丈夫かどうか、ちょっと当日にならないと、<laughs> もしかしたら。<laughs> 当日あれですよあの、住職からちょっとこれは <laughs> みたいな。出てくるかもしれないですけど。<笑><笑>それはそれで面白そう、まあそうですね断られましたけど。<laughs> だから例えば「猛殺ヘビ女」を撮っている内藤さんとかは、うん、あの日芸の,その監督コースとかではなく映像コースのお勉強をしていたわけですよね。だからその流れで劇映画を撮る方ももちろんいらっしゃって例えば内藤さんの作品私は「猛殺ヘビ女」を、えー、公開当時、はい、会長拝見しているんですけど。はい こう見た時にもちろん劇映画なんですけどうん、うん、その端々に感じるこの実験映画のこう魅力みたいなものがちりばめられていていそりゃ劇映画だったら商業的なものだったらこれだめでしょっていう表現というかその誰にとってもこれは明確なものだよねじゃない表現が。あ ちちょこちょここ込まれていていそこが非常に私は心地よくというかな、うん、るほどことができたんですけどははい、はいあそういう表現がこう、まあ、勉強したのか自分で身についたのかわかんないですけどうん、うん、そ,そういうものがその映像表現理論コースはい、はい、旧映像コースの面白いところというかそうですよね、うん、映画ってこういうもんだぞっていうのじゃないものの。うんうん なんか可能性とか魅力みたいなものを教えてくれるところかなと。な確かにそうですね。はい、そこのあらへんのやっぱりなんだかんだで映像コーススピリッツというのがね、よくも悪くも出てしまっていると思うので、それはまあ僕に限らずね、はい、あの、カ、うん、の多分の作品にもあって、うん、だ逆にそういう劇映画とかにもそういう要素があるでしょうし、他のドキュメンタリーだったり、うん、まあミュージックリップにする何かしらそういう,こうちょっといびつな、ね。うんうん 表現というか今のこう本流にないものじゃないところの魅力っていうのは多分あると思うんでだからきっと岡室さんも私はそれがあるある劇映画なんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど予告編を見る限りではなんかちょっとそういう匂いがねやっぱり、うん、しますよねちょっとこれ大丈夫みたいな表現がもちろんその過激な部分もそうなんですけどそれ以外にもちょっと感じるなと思っていて。うん

もう恋する部分を我々が担うしかないか、ね、そうですね。応援はされてないですけど、うん、もう恋に関しては我々に任せてれれ。恋 <laughs> に我々に任せていただいて。間違いない,と思います。あとはもうみんないっぱい応援してくださいと。<laughs> はい。そんなあの恋する上映会が2022年、はいえー、10月7日と8日東京北区赤羽にある大万寺ですね。 大満寺ではないと思いますけど大満寺でははないず大で音読みである上映されますのでこれ詳細わかんないんですけど何時からとかって出てたんでしたっけまだまだこれから決まるそうなんでなるほどフレッシュな感じでいいんじゃないですか現時点ではちょっと時間とか料金もわかんないのかな料金もわかんないし誰が出すかもまだ 不確定なんですよね。確定,確定してる人だけ確定者のみ、今、ツイッターで流してるので。ですよね。そ<う>シークレットがわかんないです。面白いです。どん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 こう<う>誰が参加するかわからないっていうの。わかんないそうだからわからないままみんな来ればいいんじゃないですか。<laughs> そうだね別にえそう。映像コースとか英語と表現理論コースとか関係なく。 みんな来たらいいと思ってます,す、ね、普段は普通の映画しか見ないけどだからまあ岡室さんきっかけでいいと思うんですよホラー映画を見ますよっていう人たちが足運んでほしいなって思うんですよねお寺だしね、うん、礼のつもりで 来てみたらなんかとんでもないものを見せられたみたいなああそういう流れが一番いいかもしれないです、ねうん、うん、そうそう,そう,そうあのツイッターでだから順次、はい、あの多分上映当日までそえですはい私情報がーので行くはずですあツイッターを見てれば多分まずなんとなく追いかけられるなんとなりとはい追いかけてくださいはいこういうわけで,ですよ、ね、映像応援団応援団 東京映像旅団は一体どこ行ってしまったのかよく分からない。どこ行ってしまったんだろう。謎が多いですけど、応援して、恋していただければ。いただければと、私も思ってます。私も足を運ぶ予定。はい僕も会場も、おそらく土曜日だけになってしまうと思いますが、足を運びますので、ぜひ、皆さんで足をお運びいただければと思いますので。 はい、行ってください。よろしくお願いします。ます本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。雨がね、すごいです。暴風雨。すごい。い<や>もう。二機ある方、雨っていうのは欠かせませんね。<laughs> 欠かせません。あんま見えないかもしれないけどね、今、暴風雨です。